下郷発電所上池下池、空撮大内ダムは、福島県南合津郡下郷町大和、大内朝省、野竹、一級河川、阿賀野川、水系小野川の最上流部に建設されたダムである。電源開発株式会社が管理する包み高102.0メートル、包み長長340メートル、包み体積4、459000メートル。 包み美町10メートルの中央土質社水壁型ロックフィルダムで揚水発電所である下郷発電所の上部調整地でもある。下部調整地である大川ダムとの間で巡洋水式発電を行うことで認可出力100万キロワットを発電する目的を有する発電専用ダムである。阿賀野川流域は大正時代より電源開発が盛んな流域であった。 上流山岳地帯は豪雪地帯であることから春先の雪解け水をはじめとして年間を通じ豊富な流量となっている。こうしたことから稲輪白湖や只見川を中心に多くの水力発電所や発電専用ダムが建設され奥畳ダ,ダム、多後草ダムといった日本のダムの歴史に残る大プロジェクトも遂行されていた。これらは 戦後の電力不足を補うため1950年に制定された国土総合開発法に基づき、只見川特定地域総合開発計画が策定された結果であった。だが、次第に火力発電への比重が高くなり、阿賀野川流域においても水力発電の新規開発は収束して行った。ところが1973年にオイルショックが勃発し、 原油に依存していた日本経済は大きな打撃を受けた。火力発電は石油に依存していた面が大きかったため、エネルギーの安定供給という観点で一末の不安をもたらした。電力行政を管轄する通商産業省は、化石燃料に依存せず、天然で無人造な資源、水を活用できる水力発電を再評価、水力発電は再び脚光を浴びるに至った。 この中で火力発電や原子力発電との連携が図れ、余剰電力を有効に活用できる揚水発電に、がぜん注目が集まり、全国各地において揚水発電所の建設計画が各電力会社によって推進されていった。阿賀野川流域においても揚水発電に適当な地点が調査されていたが、 当時建設省北陸地方建設局が、阿賀野川本川の地水と藍津盆地への利水を目的に大川ダムの建設計画を進めていた。電源開発は、この大川ダムを利用して、溶水発電を行う方針を固め、大川ダム建設事業に電気事業者として、東北電力と共に参加した。そして1974年より、大川ダム上流部で阿賀野川に注ぐ小野川の 最上流部、水源である大内の町店に上部調整地を設けることで、用水発電を行う計画を立てた。これが大内ダムである。大内ダムは1974年に着工し、19年の歳月をかけ1991年に完成した。ダムの高さ102.0メートルは、阿賀野川水系においては、奥見ダ,ダム、 タゴソーダムに次いで3番目に高いダムである。ダムは、停滞中央部に水を遮る壁を持つ、中央土質社水壁型ロックフィルダムという、形式であり、ロックフィルダムの中では普通に見られる形式であるが、外観は、停滞中腹が大きな、広場状のスペースを有し、そこから直角に折れ曲がる形で下流を向くようになっており、他のロックフィルダムとは少し異なる背面である。 阿賀野川水系では最大の認可出力を有する発電所、下郷発電所は大内ダム地点にはなく下部調整地である大川ダムの左岸部に建設された。付近一帯は大川羽鳥県立自然公園に指定されている継承地であることから環境に最大限の配慮を行うため発電所の設備一斉を地下に建設した。このため地上からは 取水口程度しか観察することができない。揚水発電所の多くは地下部くに建設されるケースがほとんどであるが、下郷発電所においても同様であった。大内ダムと大川ダムの間で有効落差387.0メートルを利用し、最大100万キロワットを発電する。発電所は1基あたり25万キロワットの発電が、可能な発電機を4基有するが、 1988年の大川ダム完成と同時に1号機と2号機が運転を開始し、その後1991年に大内ダムが完成すると同時に残りの3号機と4号機も運転を開始、ここにおいて下郷発電所も全施設が稼働するに至った。なお、ダム発電所建設を受け入れた下郷町には電源散歩に基づく、 地方自治体財政補助としての電源散歩、交付金が支給された。大内ダム枯渇。ダムのすぐ下流側に、大内塾が見える。大内ダムの直下流には、合津地方の一大観光地である大内塾がある。江戸時代の街道宿場町の姿を今に残す、大内塾は、国の重要伝統的建造物群保存地区として、 選定されており、年間を通じ多くの観光客が訪れる。大内ダムはその直上流に位置し、筒み町部からは大内塾を一望できる。このため、大内塾とセットで訪れる観光客が多い。夏でも比較的冷涼であるほか、紅葉も鮮やかであり、所要時間1時間程度でダム湖を一周する遊歩道も整備されていることから、 散策に適したダムでもある。大内ダムへは、公共交通機関では、合図鉄道、湯の上温泉駅下車後、タクシーで約20分の道程で到着する。自家用車の場合は、国道121号より、湯の上温泉駅付近で、福島県道329号へ曲がり、直進する。ただしこのルートの場合春、秋の観光シーズンには、大渋滞に巻き込まれる場合もある。 一方、足の巻温泉方面より、福島県道23号藍津高田上見寄り線を、経て、もしくは、藍津若松市より、藍津三里町の旧藍津本郷市街地を経て、福島県道131号下号、藍津本郷線を通るルートもあり、この場合は、大内塾を通過しないため渋滞を回避しやすい。氷玉峠付近は、冬季通行止めとなるので注意が必要であったが、 ダム建設に合わせて1989年に貫通していた氷玉トンネルを含む氷玉バイパスが2003年に全線供用開始となり改善した大内ダム福島県ダム便欄、damnet.or.jp 一般社団法人日本ダム協会20250727時点のオリジナルよりアーカイブ2020年7月27日閲覧 AB 水力発電所ギャラリー電源開発下号発電所 www.suryoku.com i 水力 .com 電源開発株式会社下号発電所2020年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年7月27日閲覧ありがとうございます